なんか変な顔のモニュメントあるんやけど、南の方にもすごいあの展望デッキみたいなのがありますね。すごいな、これなんなんやろ。あ、これベンチか、椅子なんかな。虹出てんの見えてるかな、これ結構でかいでしょ、虹。いやすごいな、ちょうど飛行機降りてきた。ずっとなんか飛行機ばっかし撮ってたらさ、もう何もあれやけど、撮るもんなくなってしまいますけどね。はい、向こう行きましたね。はい、あー今ちょうど真ん中なのか、スカイテラスが出ますね。噴水、噴水って書いてるけど噴水出てないですね今日はね。結構風が気持ちいいね。じゃあ真ん中行きましょうか。いや、なんかあるな。うすげえ、ここ真ん中にさ、これ見えるかな、何時何分出るかってわかるじゃん。今11時50分でしょ、あと5分後に札幌行きのやつが出んのか。搭乗口南13って書いてる。へえ、すごいな、アナと日本航空ばっかしじゃん。5分置きから15分置きぐらい、すごい過密スケジュールだねこれね。こっからあれか、エレベーターで上がってこれんのかね。これどうなってんの、あ、こっから入んのか。この下からでも入れるみたいですね。いくつか入り口があるみたい。こんな感じ、すごいな。わあ、すごい、飛行機飛んでないけどすごいですね。ここにあれなんか工事中みたいですね。だからあんまり綺麗じゃないけど、この下、まあこれが完成するとね、結構綺麗なあれになるんやろうと思いますけどもね。下にスカイショップって書いてるんですけども、ね、店があるみたいですね。はい、でどん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 ちょっと南の方に行こうかなと思います。スターライトパスって書いてますね。総延長は 130m。 何、夜かなんか見えんのこれ。ほう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 、あー、星座を表現してんのか、イルミネーションでかな。なんか夜ならないと分かんないっぽいですねこれね。この普通に公園歩いてるだけで飛行機が見れるのはすごいよね。これ以上下行くとね、柵が見えなくなる。もう来た、来ましたね。小型でしか見えへんな、こんな感じ。これジンバルの iPhone が調整しやすいかもしれないですね、手持ち撮影で。オリンパス背ブレ補正強力なんで、こんな感じで。星空の丘みたいですここは。あ、だからさっきのスターライトパスとかいうのがあったんか、これですね多分。で多分あれじゃないかなね、あれが何 LED で光んのっぽいっすけどね。あ、なんか四角のライトっぽいとこありますね。あ、これで見んのか。さっきのやつあのイルミネーションじゃないみたいですね。あー、伊丹のあれかサインみたいですね、シンボルサインって書いてますね。そうかそうか、でもこれなんか光りそうやな夜。あー、なるほど。でこれが光って、あの飛行機から見えるんだ、飛行機乗ってる人が、伊丹っていう風にね。そうなのか、なるほど。また見えてきましたね、すごい長い坂ですね。こんな感じのね。もうどこら辺なんやろ、もう。ああ、もうだいぶ南の方来ましたね。ね、ウイングデッキの方行きましょうか。ここもなんかある。はい、じゃあ向こうの方行きましょうか。結構飛行機アップで映せますね、こんな感じでね。柵付きやけど、あ、ちょうど交差すんじゃないかね。すげえ、あの走るところも見れるやん。すげえ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 、すごいっすね。やっぱ赤と黄色が多いな、赤と黄色の色が多いのはなんかあんのかな、伊丹のなんかシンボルカラーとか。さっきのあの伊丹って書いてたやつも黄色やったしね。これなんなんやろね。あ、これベンチか、椅子なんかな。ちょっとこれ座ってみましょうか。これ何、椅子っぽいな、椅子。あ、なんか回るんや、回る回る、これね、ぐるぐる回るんですわ。これね、こういう風に回ってるでしょ。これで回って子供が遊ぶんだね、そういう遊具だったりとか。すごいなこれね、小さいタイプもありますねあっちに、ね、これなんか変わった遊具ありますね。これは何の遊具なんやろ。これでもさ、説明書き書いてへんかったら子供がどういう風にして遊ぶか分かんないんじゃないのこれね。何して遊ぶんやろこれ。
で、ここはね、翼の丘って書いてますね、うん、で、まだ奥の方にもね、なんかありますね。 あれなんやこれ、これ何、これ回すの、いや回すんじゃないな、これこれなんなんや、あ、回せへんのか、ただのなんかガラスのやつっすね、これ回らないっすね。 でこっちにさ、飛行機の可愛いやつがあるんですよ、見えてるかな、これね、はい。で、ここがさ、南駐車場かな、多分駐車場やと思うんですけどね、うん、ほら、こんな感じっすね、うん、南の方にもすごい、あの、展望デッキみたいなとこありますね、すごいな、ここもね、で、あそこの方がちょっと出っ張ってるから、あそこから飛行機撮ったりとか思ったら来た、来ましたね、すごい、飛行機に困らん、ほらほらほらね、やっぱ JAL 多いですね、 JAL ばっかし飛んでる、虹出てんの見えてるかな、これ結構でかいでしょ、虹ちょうど来るか、よし着陸、運がいいね、虹取れたのは。難しいなこれ、ピント追い続けんの、うわちょっと、あーピントがずれちゃった。はい、結構ここの公園綺麗ですね、まあ、平日やから全然人いないから、平日の12時20分ぐらい、はい、さあこういう花とかも綺麗な、結構花咲いてますね、うん、ちょっと一番上行きましょうかね、これあれやん、あの花園中央公園にあった石の椅子やんねえ、花園中央公園では遠いですよね、うん、なんかあの石の椅子流行ってんのかな、あれめっちゃ気持ちいいんですよ、ツルツルしてるから、うん、あ、こっからも行けんのか、こっからも外出れますね、よし、じゃあ向こうの方歩いていきましょうか、はい、奥まで行って、もう多分何もないと思うけど、うん、駐車場と、あと管理事務所ぐらいいいかなと思うんですけどね。まあちょっと一応念のために向こうの方まで行きましょうか。なんか変な顔のモニュメントあるんやけど。誰の顔かな、何のために作ったのって書いてますね。答えは北西 1km 先のパークセンター内にあります。って書いてますね。あ、一番あれか。クイズもやってるんでね。5って書いてるから、1から4ぐらいはありそうですね。ここね、駐車場がね、2段になってるみたいですね。上にもあって、で、あとこっち側にもありますね。結構駐車場でかいですね。うん。あそこの奥に墓があるけど、いっぱい。はい、ここが一番奥かな?だと思いますね。うん。ここまで行ったらもう多分何もないと思います。はい。ですね。さあ、てな感じかな。すごいやっぱ音ですね。あ、こっち後ろあれか、なんかトラックの、会社がありますね。で、ここで終わりですね。うなんかめっちゃかっこいい、何あれ、あの飛行機何あれ、あの水色のやつ、ちょっとこれアップできひんな、こういう時にズームできひんから、あの飛行機なんなんや。はい、でここでもう終わりかな。この裏にも駐車場あんのか、これは違うとこなんかな、伊丹空港の駐車場なんかなですね、うん、ちょっと分かんないですけども、はい、で、もうここでゴールですね、はい、ということで皆さんどうもいかがだったでしょうか。いや、ここの公園入ってきた瞬間のあの飛行機の音っていうかね、ですっごいでかい飛行機が見れてめっちゃ良かったですね。映像をねもうちょっと何個か撮ってちょっと帰ろうかなと思いますね。はい、で写真も撮りたいんですよ。ちょっと紹介できれば写真もね
ツイッターかなんかで上げれたら上げたいかなと思ってます。でここの公園の特徴はね、日本にね空港っていっぱいあると思いますが、これだけ間近で見れる空港ってね稀なんですよ。だからね飛行機を間近で撮影したい方はね、ぜひあのここの伊丹スカイパークかな、来るといいんじゃないかなと思いますね、はい、平日の昼間なんでほとんど誰もいないでしょっていうのがいいところなんで、ぜひね、来ていただければいいかなと思います。いや換算 200mm のレンズ持ってきてよかった。結構アップで撮れるな。いや 600mm ぐらいいんのかなと思ってたら 200mm でも全然アップで撮れますね。 4K で撮影してフル HD でクロップすればもうちょっとズームできるんで全然ありかなと思いますね。うん、ということで、ね、いや今日は良かったな。公園の中でも結構高順位に入りますね、ここの公園は、ってな感じですね。はい、ということで、今回はこれで終わりたいと思います。あの普段はですね関西の、あの公園とかねイベントとか、観光地の紹介してますんで、もしよろしければ、高評価とチャンネル登録お願いします。ということでおつぴかっていうことでどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。Was time.